パナマモノレール建設計画で、メトロ3号線に、なんと、日本のモノレール導入が決定し、大きな話題になっていた。パナマ政府と日本政府とのモノレール建設計画が発表され、総事業費約3000億円でパナマ運河を越え、首都圏の旅客需要に対応するために計画されているとか。この壮大なるプロジェクトに対して、大きな反響があった。では、どうぞ。今回はリクエスト記事で、パナマに建設される日本式モノレールの話題から。先月20日、パナマ運河を横断するモノレール建設事業を対象として、日本政府とパナマ政府の間で、円借款供与の交換文書に署名がなされました。モノレールは、首都と運河を挟んだ西側を結ぶ全長約27キロで、駅数は14。2022年の完成を目指しており、早ければ、今年にも、着工の見込みとのこと。総事業費は3000億円程度で、そのうちの8割を円借款で賄う予定です。バレラ大統領が、パナマ運河以来最大と位置づけるこのプロジェクト。日本からの支援に、また、システムなども日本式になる見通しに、パナマの方々から、様々な声が寄せられていました。海外の反応。やったー、日本式だ。モノレールができることより、相手が、日本だってことが何よりも嬉しい。建築技術もテクノロジーも世界トップレベルだもん。ようやく、政府が国の利益になる計画を立てたか。時間のかかる大きな事業は、党への支持を集めるためじゃなく、国の方針としてやっていかなきゃダメなんだ。政権が変わろうとも、続けなきゃいけないんだよ。パナマ万歳。パナマを信じて、融資をしてくれた日本に敬意を表します。近隣住民にとっては、かなり素晴らしいことになるね。日本人が作るなら、きっと、最高の鉄道になるよ。日本人は、どんな時だって、完璧な仕事をするから。日本在住のパナマ人より、ただただ嬉しい。日本人は、この分野のエキスパート。良い国だしこのプロジェクトは、言うことなしだわ。日本の皆さん、どうもありがとうございます。相手が日本なら、透明で不正のない合意のはず。欲を言えば、もっと駅を増やしてほしい。だけど、パナマにとって、この合意は本当に良かった。大統領、お願い。仕事は、全部日本人に任せて。モノレールが、現実のものになるんだね。日本とかドイツみたいな先進国の人たちと関わることで、パナマ人のメンタリティも変わっていくと思う。自分が、大統領の立場でも、相手は日本を選ぶ。だけど、この借款は、後々重荷にならないだろうか。ようやく正式に決まったか。最終的に、フランスじゃなくて日本になって、本当に良かった。このプロジェクトには、不正はないだろうから安心できるよ。日本人は、賄賂とか不正とは無縁の人たちだから。パナマ人として本当に嬉しい。だけど、私たちに金利を払っていける能力があるの？鉄道関係のことは、すべて日本に任せた方がいいよ。日本は、国土を全部鉄道で結んでる国なんだしさ。パナマには、輝かしい未来が待ってる。このモノレールが、私たちをそこへ運んでくれる。パナマのみんな、おめでとう。日本が受け負ってくれるなら、何の心配もいらないね。ニカラグア。嬉しいなぁ。完成はいつになるんだろう。日本人は、優秀で責任感が強い人たち。だから、きっと、この仕事も、あっという間に終わらせるだろうね。パナマに、日本製のモノレールが導入されるってんで、コスタリカでは、称賛と嫉妬の嵐だ。でも、素直に良かったねとも思ってるよ。コスタリカ。全長26キロで2600万ドルってことは、1キロあたり100万ドルってわけだよな。パナマの発展にとっては良いプロジェクトだよ。だけど、それにしてもちょっと高すぎやしないか？日本人なら賄賂とかはない。ようやく、不正が行われずに、こういう合意ができたんだ。それだけでも喜ばしいことだと思うけどな。
パナマと日本による歴史的な合意って言えると思う。しかも低金利での融資だし。この合意は多くのパナマ人の生活を変えるよ。日本に任せておけば大丈夫。フランスの車両はやめてね。今すぐ他の鉄道の計画も日本と合意しましょう。日本人は教養があって勤勉な人たち。仕事に対する姿勢がパナマ人とは大違いだよ。結局日本式になったの？やったじゃん。天国に行っちゃう前に一度は鉄道とやらに乗ってみたい。日本は何だって自分たちで作れる国だ。だけどパナマはそういう国を目指すんじゃなくて農業に力を入れるべきだと思うんだよね俺は。もちろん素晴らしいプロジェクトだと思う。でもちょっと疑問なんだけど、これは日本に利益はあるの？スペイン、中国、イタリアあたりにならなくてホッとした。日本が仕事とはどんなものかを見せてくれるだろう。ゴミの問題も日本に相談しようよ。日本はどんなものでもリサイクルできる国だから相談相手としてはぴったりでしょ。先進国は常に俺たちに寄り添ってくれるな。本当は日本の力を借りずに自分たちでできるのが一番なんだが、合意だけで終わらないといいけど。私たちパナマ人はこれまで何度も約束を保護にしてきたから、ようやく大事業が始まる。しかも日本人の手によって。パナマを日本製で埋め尽くそう。唯一の問題はまだ生まれてもない子供たちにまで俺たちの借金を背負わせてしまうことだよな。全体的に日本や日本人に対する揺るぎない信頼が感じられるコメ欄でした。なお、この円借款の合意、パナマ文書の口封じなどといった批判というか陰謀論がネット上であったようなのですが、日本式モノレール導入の基本合意がなされたのはパナマ文書が公表される前となる今年の1月です。ということで、現地のパナマでも好感を持って迎えられており、このモノレール事業を通して日本との架け橋になるといいのですが。まあこのモノレールに乗ることはできないので、近くのモノレールに乗ってみることにしますか。